どうもこんにちは。ということで今日はとりあえず一旦またこのバックドアをつけて、位置関係を取っていきたいと思います。とりあえずこれはめて、この辺もちょっとな、これ止めてないからね。ここ止めないからね。とりあえず。で、こういうバックドアをちょっと作っていかなかった。これ上形状が売ってるから。扉も全然整形ですね、うん、でこれをもう一回貼ってもう一回切るなって。下これちょっと注入できるかな。これやっていきます。じゃあこの上をとりあえずカットして、とりあえず開けれるようにしよう。
んだけ広かったら。いけるやろ。で、ここ隙間開くやん。これはね、雨どいつけんね、ここに。雨どい。この字の雨どい。ほんならこれ、ドア閉めても、まあ、雨どいも閉めないし。ちょっとまだ当たってるけど、まあここは表面全部整えるからまあ大丈夫。これがだから通常時で、ポップアップルーフアップするときはこれがこれ自体が上に上がるようにしたいなと思ってますね。ただこれ切ってしまったからまださらに考えなかったっていうところ。これ切ってしまうと後だったじゃん。ルーフアップするから。ウィーって上がるから、こうやっぱ残しとかなあかんかったかもしれんけど、まあまあまあいいや。作業しにくいから、もう今度一回切ってしまってもいいや。はい、こうやって。あと別加工でね、こう雨どいしたら、まあ、窓は基本的にこれ前回こうやって開いたら道道トレーラーで違反になるから開けれるのはここまでしか開けられない。20センチこれぐらいかな。これぐらいしか開けたらあかんの、違反なの。もうちょっとここ形状をこうやって変えてやっていきたいと思います。ただまあ虫とかも入ってくるからですね、ここ隙間もちょっと考えながらやらんのな思って。はい、それでは、バックドアの補強をしていきます。補強といってもね、前回薄かったんですよ、パネル自体が。なのでこれを補強することによって、なおかつ、これを貼った後にボディに貼り付けることで、その形状をね、若干まあ R になってるんですよ。なのでその形状をぴったりとしたいなと思って、補強しながら合わせて、位置調整をしていきます。で、まあ、これをしていくと、ドアがガチャってちゃんと閉まってくれたりね、窓、まあ窓ですね、ドアというよりは窓がガチャっと閉まってくれたりします。で、まあ開口部はね、基本的には全開に開けることはないと思うんですけど、まあルールというか、キャンピングトレーラーのまあ車検場をね、鎖つけたりとかで完全に開くってことはおそらくないんですけどね、
一応頑丈に作っておかないと、まあ、もしね、こでられても隙間が空きにくいようには最低限したいなというふうに思ってます。あとね、まああんまりおかまされることはないと思うんですけど、稀にね、ドカーンとぶつかられる時もあるんですよ、トレーラーの箱のしてない場合はね、だからそういう時はね、結構ある程度ね、プラスチックの面が多くないと、まあ、後ろの方も事故してした時に怪我してしまったりとか、まあいろいろそういうのもあって、FRP はその辺すごい優れてるんでね、バラバラになりにくいんで、まあ、そういった面でね、これを補強して、乾かしてやっていきます。熱いです。もう閉めるで。知ってるかな。いけんな。OK。よっしゃ。ほんならここの形沿いに全部沿っていくんよ。ぴったりした製品の出来上がりになる、うん、これでピタッと合うね。この穴とかにも埋めとくの。だから後ろ周りは止めるっていうのかな。あと側面の貼り合わせをこういう感じでまたやっていって。そのためにちょっと場所を置けなあかんからね。場所がかなり遠くから出ても、あんま反らへんくらったりするんで、こういう感じ、うん、とにかく形状を今ついてる横の形状に合わせていくっていう作業だね。けどね、守りだけはしたくないから。次スタートするときは削りからスタートするんですよ。こういうの削りからスタートしていくの。だけどこれこのままだとベタベタになっちゃうから、こういうときにパラフィンワックス、うん、これを使うことでね、空気硬化剤いって表面にワックス成分をやることで表面がサラサラになるから。ペーパーを入れやすい。で、板金する際にね、すごくやりやすい。目詰まりしないからね。さあ、これで、パラフィン入りの樹脂で、表面をコートします。ほんま、ローラーあったら、こう、しごいてからやりたいんだけど、もういいや。もう表面削ってやるから。多分、ローラー、バーナーで炙ってる時間ないわ。ガラスを入れてるから、次割れてもダイハツの100系のリアガラスを注文すれば
またこうやって作れるかな。よっしゃ、はい、こんな感じで、もっとさらにツルツルにする方法があるんだけど、そういえばフィルムをね貼っていきましょう。とりあえずこれは、これで補強はできました。あと板金作業で綺麗にすればバックドア周りはほぼほぼ終わりかな。うん、よし。であとここにね鍵をつけて開け閉めちゃんとできるようにします。よし、頑丈になりましたよ。これでぴったり、バッチリ。まあ今夜なんでね、カットできないから、これはまた明日カットしましょう。でこの辺をきれいにトリミングして板金作業してって感じかな。でここに鍵を取り付けてみたいな感じで、よっしゃ。次の動画ではリア周り板金作業まで終わっていることだと思います。というわけで、いつもご視聴いただきまして本当にありがとうございます。冒頭の方はですね、今ちょっと海の勉強をねずっとしてて、でまあゆくゆくは船舶免許をね僕取りに行くつもりなんですよ。やっぱ海のルールが分からずにね、海出ると本当に迷惑かかってしまうんで、その辺をねきっちり徹底してやりたいなというふうに思ってます。ただ楽しいのを伝えるだけのね YouTube ではね、ちょっと、まあ、事故が起きた時に僕も責任取れないんで、安全とかわからないこと、たくさんねいろんな人の動画を見て今ちょっと学んでる状態です。でしっかり学んでから、海にいよいよ出陣ということで、まあ、それまでにねボートの付属部品とかあんなも結構作ってみようかなと思って、まあ、そういう動画も楽しいですからね。トレーラーの方はですね、まだね中国からシリンダーの方が届いてないんですよ。全然進まないんですよ。なのでまあ、というわけで、まあ、後ろ回りから板金作業とか、まあ、ちょっとずつできるところを仕上げていって、ルーフ待ちぐらいまでもう行ってしまったろうというふうには思ってます。まあ、こんなご時世ですからね、部品届かないでクレームしたりしたら、業者さんが困っちゃうから言わないんですけど、まあ、そんなことでね、しばしね、つまんねえっていう感じのね、地味な動画になりますけど、どうぞお付き合いいただけますと幸いです。というわけでチャンネル登録、高評価、コメントなどいただけますとすごく嬉しいので活力になります。さあこの後はおそらくボートもしくは、板金作業の終わったバックドアをお目見えすることになるでしょう。というわけで、チャンネル登録900人突破しまして皆さんの本当におかげです。ありがとうございます。ではでは。